陸沢町は、千葉県の南東部に位置し、朝鮮軍に属する町。都市雇用県における、東京都市県。河川沿岸は、和沙地区屈指の国葬地帯である。千葉県南東部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約 30km の距離である。東京都の都心から60の 70km 圏内で、ある。都市雇用県における、東京都市県に含まれ、 もばら市への通勤率は23.9%。なお、東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアラインもしくは、東京湾フェリーを利用した場合が、移動距離の短縮となる。地形は、関東平野に含まれ、暴走丘陵による東に向かい西から、なだらかな斜面をなし、標高は2から168メートルである。町のほぼ中央部を羽生川、水沢川、 長楽寺川が流れ、町の北東部で一宮川に合流し太平洋に注いでいる。気温は、冬でも摂氏0度以下になることは少なく、温暖な気候と言える。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると 1.、1.61%減の7222人であり、増減率は、千葉県下54市町村中20位。 60行政区域中26位。県政国政主に第一次産業が、基幹産業となっている。河川沿岸は、肥沃な農地が展開し、和ズ地区屈指の国草地帯であり、羽生川、水沢川流域の地下には、南関東ガス田による豊富な天然ガスが、埋蔵されていることが特徴。長生郡一宮町の JR 外房線カズ一宮駅の近隣である。 町北部は、上佐一宮ノ駅が、外房線の運行の中心、区切りの一つになっていることから千葉、東京方面への通勤者を対象とした、ニュータウン開発が一部地域で行われた。町内に、鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 東日本外房線上佐一宮ノ駅。町内の通勤、通学者は、 上ズ一宮駅からのパークアンドライド、キスアンドライドが主体となる。国、県指定及び国登録文化財一覧。ありがとうございます。